照明に火が灯りました。ナイトゲーム、まもなくスタートです。甲子園球場からお伝えしてまいります。阪神タイガース対広島東洋カープの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、ご自身のプロ初先発のマウンドというのはいかがでしたか？いや、これはね、相当緊張してましたね。もう右も左も分かんないような感じでしたね。なるほどね。まずはタイガースの先発ガンケルが甲子園のマウンドに上がります。相手がルーキーですから、当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。赤星さん、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか？そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできているかに注目したいですね。あ、なるほど、制球力ということですね。初球ストライク。ナイスボール。インコースストレート、際どいところに決めました。ノーボールツーストライクです。引っ張った。これはどうか。一二塁間を破る。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ、一塁に先制のランナーを許しています。バッターは菊池。ここはエンドランも考えられますよね。さあ、仕掛けてくるでしょうか。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるの。バントしました。ガンケル一塁へ。アウト、ワンアウト、送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。初球は何で来るか。高めのボール、ファウルになります。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。打ちます。センターに抜ける。ホームに送球する。タイガース、さらにピンチになりました。ランナー三塁一塁となりました。さあ、そしてバッターボックスには鈴木が入ります。さあ、ピンチは続いています。まあ、ここで先制されないようにこの流れをしっかり止めておきたいですね。なるほど、そうですよね。初球打ち、あっと強い当たり取れない。一気にレフトへ。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁でストップ。カープ1点を先制しました。1対0、タイガースなおも三塁二塁のピンチです。さあ、そして打席には松山が入っています。さあ、なおもピンチが続きます。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。そうですね。初球ボール。ライダーで攻めてきます。改めてお聞きします、バッターボックスの松山、どういうバッターなんでしょうか？難しいボールでも外野へ持っていってしまいますから、やりにくいバッターですね。そうですか。ここまで来たらもう三振狙いです。空振り。ここは空振りでアウトを取りました。ここはなんとか踏ん張りました。ツーアウト。バッターボックスには6番グレン。タイガース、この回1点を失っています。さあ、先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負った場面。初球いきなりインコース、強気な攻めをしてきます。ちょっとカウント苦しくなっています。これが3球目。膝元へ食い込んでくるように変化球が決まります。これで3ボール。厳しくなったか。次のバッターのことを考えれば歩かせる気はないと思うんですけどね。そうですよね。
いい当たり、これはどうか、一塁線落ちてフェア、セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、カープが突き放します。3対0、タイガースなおもピンチです。さあ、そしてバッターボックスには堂林が入ります。さあ、なおもピンチの場面、やはり安易にストライクから入れませんよね、ランナーがいますからね。ああ、やはりそうですか。インコース打ちました、いい当たり、これはどうだ、ヒットになった、三塁へ送球、タイガースさらにピンチになりました。ツーアウトランナー三塁一塁、ここで点は取られたくないですね。まあ、勝負強いバッターを迎えてますから丁寧にいった方がいいでしょうね。その警戒すべき相澤がバッターボックスです。インサイド落ちました、ファウルになります。2球目打ちました、この当たりはどうか、佐藤を抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回カープ鮮やかな攻撃で先に点を取りました。3対0カープ先制です。小宮山さん、長いシーズン怪我などもありますから年間通してベストオーダーを組めるかどうかというのは非常に大事ですよね。まあ、そうですね、ベストオーダーが組めるということはイコールも強いということだと思うので、まあ怪我人がね出ないシーズンはないですから。確かにその通りですね。近本が打席に入ります。さあ、カープはルーキーが登板ということになります。さあ、そのルーキーをタイガース打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。まず何を投げてくるか、インコース決まってストライク、インサイド落ちました、このフライは切れそうだ、切りました、ファールボールです。インサイド落ちました、これはどうか、破りました、センター前、先頭バッター出ました、タイガースノーアウトランナー一塁です。さあ、ランナーを一塁に置いています。バッターボックスには糸原、ここはエンドランが面白いかもしれませんね。さあ、ランナーをどう生かしてくるか、相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。大きく外れました。さあ、3球目は何か、高めのボール、センターライナー掴んでまずワンアウトです。バッターボックス佐藤、ワンアウトになっています。インサイド落ちました、これはどうか、ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。バッターボックス大山、ツーアウトになっています。ランナー動きませんね。初球から走ってくるケース多いんですけどね。改めてお聞きしますが、この大山どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。そうですね、まあランナーがいると打ち方が変わる場合もありますけど、基本的にはホームランを狙って思い切ったスイングをしてくるバッターですよね。そうですか。次が3球目、
赤星さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。そうですね、まあバッターのために早めに走った方がいいというのはありますけど、まだ分かりませんよね。ただここは打席にいいバッターがいるんで、走るのは控えるかもしれませんね。なるほど、そうですか。打った、左中間に強い打球、さあどうだ、左中間を深々と破りヒットになりました。バッターランナーは二塁到達、チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁二塁。まずはストライク、変化球打った、受けた、セカンドランナーサードキャンバスを蹴った、サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、タイガース2点返しました。3対2になりました。その差を1点としました。打順は6番小野寺、タイガース点差を縮めてきました。赤星さん、先ほどはいい形で打線がつながりましたね。まあしっかり狙っていたと思いますね。この調子で追い上げていきたいですよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。ファウルになります。低めに来ました、ノーボールツーストライク。3球目は何で来るか。3球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。三塁へ送球する、これで3連打、ツーアウト二塁一塁。バッターは7番梅野、タイガースこの回2点を返しています。さあ1点を追いかけ、なおも同点のチャンスを迎えています。いやー見事な集中打ですね。どんどん続いてほしいですよね。はい、さらに続けていきたいところ。外のボール打った、このフライはヒットになりそうだ、ワンバウンドヒットになりました。バックホームする、左中間へのヒット、これで4連打。さあそして打席には中野入っています。さあチャンスが続き満塁の場面、ここもつないで逆転までいければ理想的ですね。なるほど、そうですね。初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます。これが2球目、低めのストライク、低めを2球続けました。今度は手を出していきましたがバットに当たりません。見逃しましたが三振、タイムリーなりませんでした。三振で攻撃を終えました。しかしこの回タイガース点差を縮めていきます。1回終わって3対2、タイガースが1点差まで追い上げました。先発の森下がバッターボックスに入ります。ピッチャーが相手でも気を抜かずきっちりアウトを取りたいですね。そうですね。インサイド変化球決まっています。ライト方向を流しました、これはファーストライナー。打順は1番に帰ります、バッター田中。まあここはさっき打たれたシュートの使い方には注意したいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。初球簡単にストライクを取ります。シュートが外に外れました。これはどうだ、一二塁間を破る、これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。
さあ追加点のランナーを一塁に背負います。バッターは菊池。走ってきた。キャッチャー送球してタッチアウト。盗塁失敗。外を狙っていきました。あっという間にツーストライクです。さあ外してくるのか。内へのシュートが外れます。よく見ましたね。インコース詰まりました。取ってスリーアウトです。この回カープ結局3人で攻撃を終えています。3対2カープが1点をリードしています。先発のガンケルがバッターボックスです。塁に出てやろうという気持ちで打席に立ってほしいですね。そうですね。初球は何から入ってくるか。初球ボール。さあ2球目は何か。切れてますよね。はい、変化球が決まっています。これが3球目。ストライクになります。ワンボールツーストライク。高めのボール、センターへ打球伸びる。この打球はフライになっています。センター掴んでワンアウト。打順はトップに帰って近本、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。高め打ちました。高く上がりました。キャッチャーが構えます。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターボックスは2番糸原。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席アウトにはなりましたけど、当たりは良かったですよね。調子は悪くなさそうなんで、今度やってくれるかも。初球打ち、ショートの横抜けた。ランナー出ました、タイガースです。2アウトランナー1塁。打順は3番佐藤。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はインサイド打ちました。この当たりはどうか。松山が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。2回の裏3対2 1点リードはカープです。小宮山さん、リードを許している展開なんですが、この後ピッチャーとしてはどんなピッチングが必要ですか？いや、これやっぱね、味方打線が援護してくれるはずですから、とにかく我慢ですね。我慢のピッチングですね。そうですよね。我慢の二文字頭によぎる、そんな投球できるんでしょうか。さてバッターの西川、どういったタイプのバッターでしょうか。2球目打ちました。糸原アウト。ここは送球が間に合っています。今画面に出ているのが先ほどの配球です。ライト方向を流しました。これはどうだ。取りました。アウト、ツーアウト。バッターボックスは5番松山。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。
ボールになります。引っ張った、セカンドが取る、一塁アウト、スリーアウトです。この回カープ3人で攻撃を終えています。3対2、1点リードはカープです。バッターボックスは4番大山。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど。さあ、バッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。際どいコースに送ってストライク。次が2球目。内へ低めの変化球。ノーボール2ストライクです。さあ3球目は何か。打ちました、痛烈、これはどうか、ヒットになった。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。2球目は何で来るか。低めの変化球は決まりません。見送っています。ワンボールツーストライクです。さあ、勝負してくるのか。変化球ボールになります。三振になります。ワンアウトです。6番バッター小野寺。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。はい、今日は調子が良さそうですよね。そうですね。タイガース同点のランナーが出ています。これが2球目。非常にブレーキが効いたボールです。空振りになります。ワンボールツーストライク。内へ持ってきましたが外れました。インサイド、レフトへ打球伸びる、レフトが取りました。2アウトです。打席には7番バッター梅野。先ほどの打席でヒットを放っています。2アウトになっています。アウトコース、ボール。これはバットが泳ぎます。ここはストライクゾーン内のボールは積極的に打っていくカウントですね。なるほど、そうですか。変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。3回終わって3対2、1点リードはカープです。
こちらが先ほどの配球になります。まず打ちをついてきました。この球は外れています。ボール先行です。次が3球目、変化球が決まりました。ここは厳しいところに決められないと危ないですね。センターに抜けました。二塁へ送球する。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一堂です。打順は7番堂林。前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね、ええ、ここは気をつけないとまたやられかねませんからね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。変化球が低めに外れます。ストライクが入りません。送ります。ファウルです。ここはバッターが打ってくるタイプかどうかの見極めが大事ですね。はい、ここもファウルです。まあ、次もスライダーでいいかもしれませんね。なるほど。打ちました。取った。セカンド送球、二塁アウト。バッターボックスは8番相澤。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席あわやというような大きい当たりでしたよね、ここは注意していった方がいいですね。そうですね。ゲッツー崩れでランナーは残っています。まあスローイングがいい。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。タッチアウト。盗塁失敗。この球は外れています。4球目は何で来るか。膝元への変化球、ボールです。外れましたけどいいボールですよね。はい、低めわずかに外れてボール。フルカウントです。さあこれで決まるのか。ファウルになります。三振になります。スリーアウトチェンジ。この回カープ結局3人で攻撃を終えています。3対2、1点リードはカープです。タイガース4回裏の攻撃になります。バッターボックス中野。先ほどの打席は逆転のチャンスだったんですが最後は見逃し三振に倒れています。タイガース1点ビハインドで迎える4回。インコース詰まりました。掘ってワンアウトです。次はピッチャーの打順ですが先発のガンケルが打席に入ります。ここは何とかして塁に出たいですね。そうですね。ファウルになります。さあ2球目は何か。インコース決めてきた。ノーボールツーストライク。
アウトコース外れました。際どいですね。よく選びましたよね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。打ちました。ファーストゴロ、グレン。ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター近本、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球ボール、次が2球目。アウトコース決まってストライク。3球目は何で来るか。低め、これは外れます。打ちました。流しました。高い打球、レフト線。松山が抑えて3アウトチェンジです。終わって3対2、カープが1点をリードしています。小宮山さん、ベンチとしてはそろそろリリーフも考えているでしょうね。そうですね、もうブルペンの方には連絡いってると思いますけど。そうですよね。となるとリリーフピッチャーがいつ出てくるのか注目です。よく見ています。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。近本抑えてワンアウト。打順はトップに帰って田中。前の打席はシュートをうまく打たれましたから、今度はその使い方は考えたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。落ちるボールはこれは外れています。ボール先行です。しました。これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、そしてバッターボックスには菊池が入ります。さあ、得点圏にランナーを背負った場面です。とにかくこの回はこのまま終わりにしないといけませんから、しっかりと腕を振って強気にいきたいですね。なるほど、そうですよね。惜しいですね。はい、低めわずかに外れてボール。これが3球目。これは見送ってボール。これが4球目。いい当たり、センターの前、ワンバウンドヒットになる。ホームへ、センター前ヒット。菊池、今日の初ヒットがここで出ました。タイガース、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の桑原。ここは踏ん張らないといけませんね。さあ、この場面で打席には3番の西川が入っています。ランナースタート。
セーフ、盗塁成功。初球から決めてきました。ここもアウトハイへ。まあ、バッテリーとしてはどうしてもストライク欲しい場面なんですけど、その心理はバッターも分かってますからね。はい、ボールが先行してツーボールナッシングです。ストレート打った、ピッチャーが抑えた。一塁アウト、ランナー三塁二塁はそのままです。さあ、そして打席には鈴木が入っています。さあ、ツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあ、このままの点差で回を追われるようにしっかり集中したいですね。なるほど、そうですね。2球目は何で来るか。レフトへ、ワンバウンドヒットになった。バックホームする、サードランナーがホームに帰ってきました。そしてセカンド、カープ追加点、5対2。タイガース、もうこれ以上点はやれません。バッターボックス松山。タイガース、この回追加点を許しています。一塁ランナーを気にします。一塁はセーフ、空振り。これが2球目、インコース詰まりました。ここは打ち上げています。中野掴んで3アウトです。しかしこの回カープ2点を追加しています。5対2、カープのリード広がっています。バッターボックス糸原。前の打席はカーブをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。初球ストライク、直球で決めました。あっという間に2ストライクです。さあ、3球目は何か。インサイド落ちました。これはセンターへ抜ける。これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。打席には3番バッター佐藤。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。引っ張った、ライトへ打球伸びる、ライト掴んでワンアウト。バッターボックスには4番大山。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや、当たってますね。この調子だと猛打賞も行くでしょうね。さあ、ここも打っていけるか。ワンアウトになっています。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、そうですね。次が3球目、インコース決まった。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。三振です。ツーアウトになっています。バッターは5番サンズ。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。ツーアウトランナー一塁です。バッター有利なカウントになりました。低めストレート、ストライク。
の大きいのを狙うなら今のボールでしたよね。はい、そうですね。インサイド打ち上げました。打球はセンターへ。西川が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。5回終わって5対2、カープがリードしています。甲子園球場からお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。カープの攻撃、バッターボックスは6番グレン。今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね。これ以上バッターを乗せるわけにはいきませんからね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。タイガースビハインドで迎える6回です。3球目は何で来るか。際どいコースには投げ込んでいます。打った。さあどうだ。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには7番堂林。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。この球は外れています。打ちました。センターへ打球伸びる。ここはフライになっています。センターが取りました。打席には8番バッター相澤。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。ワンアウトになっています。痛烈、これはショートライナー。さあ一塁に追加点のランナーを許しています。そして打席にはピッチャーという場面です。まあ、この内容ならまだ続投でしょうね。はい。さあここは自分で何とかしたい。この球は外れています。膝元への変化球、追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ちました。取った。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。5対2、カープがリードしています。6回の裏、追いかけるタイガースの攻撃、バッターボックス小野寺。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね。バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。タイガースビハインドで迎える6回の攻撃です。打ちました。この打球はフライになっています。センター掴んでワンアウト。7番バッター梅野。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。
アウト、ツーアウト。打順は8番中野。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。この回のタイガース打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。ちょっと相手を楽にさせている印象がありますよね。はい、打ちました。これはスタンドへ入りそうです。入れました。ファールボール。インサイド落ちました。このフライはどうだ、落ちるか。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6回終了、5対2、カープがリードしています。小宮山さん、リードを許して終盤に差し掛かってきたわけですが、残り3回もう1点もやれない状況ですよね。そうですね、もう本当に1点取られるだけで、まあ、致命的になりますよね。そうですよね。高めのボール打ちました。弾き返した打球はセンターへ。近本抑えてワンアウト。打順は2番菊池。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。桑原、まずは先頭バッターを打ち取っています。ここはギリギリに外れるくらいのボールが理想ですね。高めのボール、打球はセンターへ。ここは打ち上げています。ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。初球手を出していきましたが、バットには当たりません。さあ2球目は何か。ストレート打った、抜けた。セカンドランナー帰れば追加点。ホームに送球する、センター前ヒット。これでマルチヒット。さあここは警戒です。先ほどのタイムリーの結果をチャートで振り返っておきましょう。ここは三振が取れれば理想的ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。次が2球目。低め、これは外れた。外の球打った、セカンド正面抑えた。二塁へ送球、これは際どかったが二塁アウト。カープ追加点を挙げました。6対2になりました。タイガース、これ以上離されるわけにはいきません。タイガース、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の岩貞。打席には5番バッター松山。打ちました。取った。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回カープ1点を追加しています。6対2、カープのリード広がっています。さあそしてここからはラッキーセブン、タイガースの攻撃に入ります。ここでタイガース代打を送ります。バッターボックスには代打のマルテ。さあ赤星さん、ここで代打を起用してきました。そうですね、まあ1点でも多く返しておきたい場面ですから、しっかり得点につなげる仕事をしてほしいですよね。なるほど、そうですね。さあこの起用に応えたいところ。初球ボール、見ましたがこれはストライク、148キロ。打ちました。セカンド取る、アウト、ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター近本。
先ほどの打席はレフトフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。空振りです。このカウントは狙い球を待ちつつもその他のボールの対応も考えているでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。低めインコース、ワンボールツーストライクです。インサイド落ちました。これはどうだ。一気にライトへ。一二塁間を破る。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスには2番糸原。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。2球目は何で来るか。ランナー走りませんね。ファーストランナースタート。インサイド打ちました。この当たりはどうか。センター掴んで2アウト。バッターボックスには3番佐藤。今日はまだ当たりがありません。2アウトになっています。バッターライトに上がった。ここはフライになっています。これは平凡なライトフライ。鈴木が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。7回終わって6対2カープがリードしています。これから8回カープの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。背番号18馬場がマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。初球ボール、低めはこれは入っていました。147キロ。3球目外れました。ボールになります。引っ張った。これはどうか。三遊間抜ける。これで4打席連続のヒット。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスは7番堂林。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。いやアウトにはなりましたけどいい当たりでしたから、ここは慎重に行った方がいいと思いますね。はい、そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはストライクゾーンのボールは打ってきますよ。なるほど。さあ何を選択してくるか。アウトコースは外れます。まあ、バッターここはゾーンを広げて対応してきますからボール気味でいいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。次が5球目ボールになります。3ボール2ストライク。
打ちました。ショート取った。二塁送球、セカンドフォースアウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。バッターボックスは8番相澤。今日はまだ当たりがありません。いや、しっかり捉えたいい打球でしたから、打ちました。ボテボテ、ショート前に来る前に来る、一塁アウトで3アウトチェンジです。この回カープ結局3人で攻撃を終えています。6対2カープがリードしています。8回の裏、カープに選手の交代がありました。ショート田中に代わりまして、8回の裏に入りました。さあタイガース、この回は4番から始まります。バッターは大山。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。タイガースビハインドで迎える8回の攻撃です。赤星さん、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければいけません。そうですね、とにかくこの回に1点を。2球目打ちました。ヒットになった。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。打順は5番サンズ。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。入りました。ファールボールです。インサイド打ちました。これもファウル。さあ4球目は何か。引っ張った。弾き返した打球はレフトへ。レフトが取りました。バッターは6番小野寺。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ワンアウトになっています。初球打ち、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ワンアウトランナー三塁二塁。さあまず1球目、最初は変化球できました。ここは狙っているボールが来たらフルスイングでしょうね。なるほど、そうですか。ストライク、ワンボールツーストライクです。インコース、これは外れます。これはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。サードランナータッチアップ。サードランナーホームイン。1点返しました。タイガース、犠牲フライを決めてきました。6対3、タイガース3点差になりました。カープ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の堀江。8番バッター中野。タイガース、この回1点を返しています。さあ3点を追いかけ、なおもその得点差を詰めて、初球打ち、サードが抑えた。一塁送球、一塁アウト。これで3アウト。しかしこの回タイガース点差を縮めていきます。8回終わって6対3、タイガースが追い上げています。これから9回カープ代打が告げられました。バッターボックスには代打の長野。小宮山さん、ここで点差を広げられるわけにはいきませんよね。まあここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。これが1球目、インサイド決まっています。ボールになります。低めの際どいところですが外れています。
中野、一塁送球します。アウト、ワンアウト。バッターは守備交代から起用されている曽根。馬場、まずは先頭バッターを打ち取っています。これがチーム15本目のヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。さあこの終盤で追加点のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには菊池。ここはエンドランに対する警戒も必要かもしれませんね。さあランナーをどう生かしてくるか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。馬場が掴んで2アウト。3番バッター西川、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。2アウトになっています。これが2球目。高めのボール打ちました。弾き返した打球はライトへ。小野寺抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。6対3、カープがリードしています。最終回タイガースの攻撃、そしてカープがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあ簡単に打たせてくれる相手ではありませんが、何としても攻略しなければなりません。9回の裏、タイガース代打が告げられました。バッターボックスには代打の糸井。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあそうですね、ここは得点のきっかけが欲しい場面ですから、そういう役割を期待しての起用でしょうね。そうですね、この起用に応えたい。これが初球。初球わずかに外れてボール。打球はライトへ。ここは打ち上げています。ライトが取りました。ワンアウトです。打順はトップに帰って近本。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。さあ守護神菊池がタイガース打線の前に立ちはだかります。いいピッチャーですから、ある程度狙い球を絞っていった方がいいでしょうね。そうですね、簡単には打たせてくれない相手なんですが、なんとか意地を見せたい。インコース空振りです。これが3球目。ファウルになります。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。センターが取りました。2アウトです。バッターは2番糸原。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね、バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。2アウトになっています。最後のバッターになるのか、それとも次につなぐことができるのか。まあ月並みですけど、諦めたらそこで終わりですから。2球目打ちました。さあどうだ、この打球はどうだ、切れるか。ライン際破りました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3安打猛打賞。2アウトランナー2塁。さあ初球は何か。まずは変化球、空振りになります。セカンド、ファウルボール。低め打った、セカンドの左、取った。一塁アウト。これで3アウト、試合終了。惜しくもあと一歩及びませんでした。残念ながらタイガース敗れてしまいました。赤星さん、打線の奮起を期待したいところだったんですが、もう一息でしたね。そうですね、最後まで点差を縮めることができなかったのは残念でしたね。そうですね、次の戦いは打線の奮起に期待しましょう。勝ったカープ、大きな今日は勝利になりました。一方のタイガースですが、痛い敗戦となってしまいました。
ご覧のように今日のゲームはタイガース敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。